あーやらかしました。ウォルトディズニーワールド4日目、完全にやらかしております。なんて言えばいいんだろう私がね、アニマルキングダムが開園7時なんですよ。ちょっと1時間早くて、私が7時、あ、開園7時じゃない、8時で、私が今ね7時18分に出ました。ちょっとね、完全にお疲れで寝てたっぽいんすよね。いやー、やらかしました、ごめんなさい昨日のマジックキングダムが11時閉園で、10時前には出たんですよね。で、一応ね、夜更かしはしてません。11時前にはもう疲れて寝てたんですが、まあ、やっぱこういうこともあるんだね、フロリダ。やっぱ5泊7日だと詰め詰めだから、まあこういうトラブルも皆さんありますので、ご注意くださいって、ご注意くださいというか、起きれない、僕がいけないんです。すいませんでした。いや、やらかしたな。これ多分大幅にシルベーヌさんが予定が狂っちゃってると思うから申し訳ない。今急いで出たけど、アニマルキングダム最高、7時23分 OK、 向かいます。あー、誰も乗ってない。あ、ワン、グモーニー。やらかしちゃったよ。着いた、7時55分。あ、プルートのバスかわいい。シルベーヌさんたちが、スチュアートさんたちライブをねするっていうことで、日本時間多分9時だったと思うんですよ。あと5分だわ。いつものこの流れだと、昨日のマジックキングダムはガチ混みしてたからすごい混んでたけど、まあでも一般も結構並んでるね。やばい、あと5分で一般が入ってきちゃう。どっちなんだろう、ホテルアーリー。はい、ということで抜けれました。ごめんなさい、本当に。結局やっぱ8時20分、やっぱね1時間全部かかってる。車で来るから出てくるまで、荷物検査もだけど、ちょうど多分1時間だね、全部4日目も。というわけでアーリーが7時半から8時まで、8時から一般入園始まってて、もう一般開園から20分遅れてます。まあ前浜で言うと8時50分ですね。もう人気アトラクションが混んでる時間やらかしたよ。急いで向かいます。あ、ミラベルのフォトスポットある。こっちにも100ってあるんだ。はい、というわけで手荷物抜けれたのは8時28分、8時到着だったんで、やっぱ25分ぐらいって感じだね。なんと今回はね、コラボライブを8時に予定しておりましたのに遅れております。やばい、本当怒られる。いやいやいや、やってしまいましたよ。すごいね、でもなんかゆっくり見たいところだが、でもアニマルキングダムすげえな。なんか世界観の作り込みがとてもすごい。なんかもうアドベンチャーって感じですね、本当に。初めてのなんかこのアニマルの王国のテーマパークなんで、ちょっとびっくりです。はい、わかったわ、ここだわ、合流地点。着いた、ここっすね、本体の合流地点から。スチュワートさんたち1時間半待ってくれてるんですよ、申し訳ない。1時間半か、そうだね、はい、着いてるのが7時だったから。あー疲れた。どこでライブやってんだろう。
木の前、どうかこの辺かな。いた。おはようございます。皆さん、キリさんのお声を支えさせていただきます。おはようございます。やらかしました、シルベーヌ様。いいです、いいです、いいです。あの、昨日ね、結局11時まで入れたけど10時までで帰って11時に寝て、お風呂入って歯磨いたり全部して、そのままもうなんか寝ちゃったね。そしたら8時。いやね、ちょっと待ってね。予定変更だよね、とりあえず。まあ、じゃあ、あのね、サファリコスチュームのミッキーたち買ってもらおうか。行きましょう。じゃあ、なんからいいの。チートして課金してもいいなと思ったの、アバター。でもね、もうアバター午後の時間しかねえから、もう、あの、課金はね、やめることにした。だけど、ミッキー、ミニーがついてるから、お会いし、会ってもらおうか。OK です。こちらさ、一番だったからもらっちった。あ、そうだったんだ。行ってきたの？行ってきた。それライブ配信で行ってきたの？うん。あ、そうだったんだ。そこね、本当はライブ配信入んないんだけど、入ったの、超元気。でも、ペイさんのさ、来るから、私。あー、オッケー。うん、そうだったんだ。うん。じゃあみんな今アトラクションに行っちゃってるから、空いてるんだろうね。そうだね。あの、でもここは8時に開くから、うん。みんな課金で20万積んだとこでしょ、これ。10分待ちだから。そうそうそう、そうジャングルクルーズのところです。そう、ゲフゲフゲフって神対応だったから、ここ。あー、1番目だったし、じゃあさっきと同じ道へ行くんだ。そう、じゃあ今待ってないし。アバター今何分ですか？100分。76。それでも空いてないね。だから、まあそっちに並んでもいいけど、とりあえずここ。あ、ここなんだ、アドベンチャーアウトポスト。え、60分になってんじゃん。そういうこと。それやったらもうアバター行っちゃった方がよくない？ここ行こう。アバター行けばアバターだって。アバター行きますよ。他なんか空いてるものでもいいし。いや、え、なんで60分よ。ひー、嘘つき。アバター85分。あのね、結構私の中では、じゃあやめよう。ちょっと微妙なの、この他のさ、あの乗るべき本当の予定だったものを乗ろうよ。え、じゃあキリマンジャロに来ようよ。キリマンジャロ、うん、サファリ。この時間の、あの動物って今日涼しいじゃん。めちゃめちゃ多分アクティブだと思う。嘘。そう。かわいい。プンバは人気だと思ったけど、ティモンもね。これはシッパーカード。あ、そうなんだ。 あのオレンジバードのやつ。オレンジバード、そうオレンジバード。昨日オレンジバード買いました。オレンジバード、シッパーカード。でもすごいっすね、雰囲気がまたなんか全然違うというか、テーマパークの中で一番ちょっと落ち着きがありますね、4日目だけど。やっぱ昨日のさ、マジックキングダムは東京と似てるアトラクションがほとんど多かったから、あんまりこう新鮮な感じっていうものがなかったかな。まあもちろんトロンとか乗ったりとかしたけど、でも全然やっぱ4つのテーマパークで趣が違いますね。これがやっぱなんかスペシャルな感じがします。うん、落ち着きます。一番なんか落ち着くだよ。ほら、野生の鳥もいるし、なんか日本にはないものが楽しめますよね。ピープルムーバーも乗られたそうで。どうですか？あの、あー、よかった。トゥモローランドを移動できるやつね。あれは素晴らしいね。なんか日本にはないものだし、なんかそのトゥモローランドのエリアを全体でね、見れるんですよね。そのアストロブラスターの中を通ったり、スペースマウンテンの中を通ったり、すごいなって思って。びっくりですよ、本当に。でもやっぱ昨日の優勝はハッピーリエバーアフターでした。ハッピーリエバーアフター、もうね、泣いた、たくさん。やっぱさ、歌うからさ、オーディエンスも、僕たちも歌いたくなるしさ。そう、もう最後のあの演出もだけど、やっぱいいね、あのショーは。本当に私大好き。号泣したでしょ。号泣でしたね。いや、もうマジキンの、ごめんだけど、トロンがバーチャル級だったんだけど、1位はもうハッピーリエバーアフターでした。ハッピーリエバーアフター知らない方のために、あのお城入ってらっしゃるんですけど、基本的にね、オーランドってやっぱ暑い時間はさ、動物だって休みたいのよ。だから朝と、あと日没前の2回、あの時間帯が。ちなみにだけど、スターバックスもこんな感じなんだね。ここがね、結構あの、なんていうの、マッチするようにできてる。ね。もう
アニマルキングダム仕様になってきたばでもなんかさ、この今4日間来てるけどフロリダディズニーに見せられる人の気持ちもわかるな、やっぱり。やっぱもちろんランドにはさ、ランドとシーの良さがあるわけじゃないですか、はい、だけどやっぱりフロリダのこの無限な土地の量と、なんて言うんだろう、このまずさ、来たら多分分かると思うんですけど、うん、アトラクションのスケールが全部違うんだよね、ショートパレードとかは。何もかもが大きい、本当に。もちろん東京には東京の予算がね、うんうんうん、あると思うんで、そこは比較とか規模とかっていうものは絶対してはいけないと思います。もうここは多分どのテーマパークとも比較しちゃダメだと思う、もうウォルトディズニーワールドはって私は思う。別のものと、うん、なんか一個の、なんだろうな、海外ディズニーパークなんだけど、一個ちょっと次元が飛び抜けてる気がする、この4つのパークは。みんなどっちかというとなんかディズニーパークっていう、あのワールド、あとディズニーワールドってディズニーのファンのためだけでなくて、やっぱりあのここに行きたいっていう、うん、リストに入ってるようなところだから、うん、なんかもうちょっと広い視点っていうか、そう、広い視点で見れますね、うん、そんな感じがします、うん、何よりなんか一番リゾート感があるかも。あ、リゾート感、やっぱりさ、回りきれないじゃん4日じゃ、正直言うと。そうだね、4日じゃ無理かな。みんな2週間あっても無理とか言ってた。そう、それぐらいやっぱさ、ゆっくり見れてないじゃん、まだそんなに。だけどさ、そのそれぐらいやっぱ魅力があるし、来てるお客さんも家族連れが大半じゃん、ほとんど7割ぐらい見てた感じだから、なんていうのかな、ね、本当になんかそれこそね、休み入れてあのお店とか行くのもできるじゃないですか、あのプールとかもあるし。だからやっぱりなんかリゾート地では最大なんじゃないのかなって、なんか本当の意味でハッピーエストな場所、滞在型の体験っていうことに関してはここが一番最高。そうですね、滞在型の体験価値は高いから。今空いてるんで楽しみに。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったです、ようやく乗れました。今回はあの、まあ、人の顔も多分ね、何回かうちらと乗ってるのあれなんですけど、シルベースが出てきます。今日は6時半までですね。結構短いんだ。バンバンで分かれる、今ライブ配信中です。すごいね、本当に。なんか雰囲気もちゃんとね出てるし、楽しみだな、これは。はい、ということで乗りました。結構早かったですね。分かってない。うわー、Let's go! Let's go! My name is Ashley. I'll be your safari driver for today. Now, do ask that you all. And over here on our left, see a black rhino. He weighs approximately 8 minutes. Contrary to popular belief, they can't actually swim.Get a little bit of a better look at the sign giraffe along with the sable to them, just like our fingerprints are unique to us. And we've got a giraffe walking down the middle of the road. We're gonna give her some space.すごい。もう見える。すごいすごい。うわあ、すごい。Their ankle. So that bone that extends from their joint is their foot. It attaches to 4 toes, 3 of which are webbed. A group of you have both of them here in just a second.So up here on our left, we are going to see a lioness. She is laying down on top of the Kobe. They are sleepy creatures. They will sleep anywhere between 16 and 20 hours in a single day. The females are actually the ones who will go out and do the hunting, while the males stay at home and take care of and protect their cubs.You probably know more Swahili than you think you do. はい、ということで戻ってきました。見てきます。ハロー。見てきますね、とか。あ、君にだ。
着いてましたね。うん、うん、あそこもう目の前、あそこで呼ばれて次の部屋って感じ。舞浜では考えられないですよ。でもさ、こうやってミッキーとミニーちゃんが並んでるのもいいですね。舞浜だと、あの、多分皆さんね、存じてると思いますけど、ディズニーシーのほらブリーティングトレイルっていう、知らないかな、青色とピンク色の、青色がミッキーでピンク色がミニーちゃんの冒険ルックな画像だけど、ちょっとそれの雰囲気にも近いですよね。そうなんですね。うん、というわけでグリーティング施設を出て、タスカーハウス行きます。重視の方ですが、アニマルキングダムのおすすめのところに行きます。ここから近いんですか？さっきのところに行きます。ガフー、あれどこにあるの？だから、カラーカラーにして近い。ミッキーとミニーの形のコスチュームはそれだけなんですけれども、これから行くところのはサファリコスチュームの4キャラクターを得ます。それは誰が出てくる？まあ、それは楽しみ？あ、お楽しみなわけ言っちゃっていい、うん、ミッキーで、ミッキーのコスチュームちょっと違います。さっきと違います。ハロー。違う、ミッキーさんとグーフィーとドナルドとデイジー、ミニーちゃんがいないの。そう、だからミニーちゃんとボーイズだけ、ボーイズガルージー、ガルージーもいるか。なので、あのミッキー、ミニーと会いたい方、ミニーちゃんとサファリが会いたい方はそこでしまいます。そうですね。人増えてきましたね。またそう、もぐみさんのところです。もぐみさんのところ。すごいな、ほんとここ。それではタイガーハウス、タスカーハウスか、タスカーハウス。動いたら分かんなくなるかなって思って動かなかった。あと、あの、実はね、なんか知らなかったんだけど、めぐみさん以外に日本人のパスカーいらっしゃる。ここでいいの？あ、違う、もう入っちゃって大丈夫。パスカーハウス、これはどういう料理なんですか？アフリカ料理？一応アフリカ料理だけど、朝なんで。あ、食べやすいんだ。If you need the restroom, they're down this hallway. Buffet all the way around the room behind me, and we're heading this way.こんな感じなんだ。
というわけでタスカーハウス来て、結構ね、あのアフリカ料理かなって思ったら朝食なんでミッキーワッフルとかこう食べやすいものが置いてあります。シンバもね、パンケーキになってたりワッフルかな。で、パンケーキや、あとパンケーキやハンバーグパティやポテトとかエッグとかですね、朝食らしくて食べやすくていいですね。はい、取っています。いただきます。私はね、あんまり攻めなかった。今回食べやすいものだけ選んだかも。ちょっとね、胃を休めたいんで。でもなんかあんまり胃もたれしてないですよ、このアメリカ生活。今アメリカ来て何日目？3日、4日目？3日、4日目ですけど、全然なんかね、食べやすい。私香港ちょっとね、なんか食べれるもの限られてたけど、アメリカは全然食べやすく感じる。皆さん、視聴者様、サイン帳出しました。なんかね、サラダとかも食べる習慣になる。どうかな。どうかな。はい、というわけで、何でしたっけ、レストラン名何でしたっけ。タスカーハウス来ました。あの現在ね、もうミッキーミニーがこんな感じで来ております。ミニーはいない。ミッキーミニーじゃない、ミッキーデイジーです。ミッキーデイジー、あ、ミッキー、ハロI'm sorry.
気持ちが溢れてんだけど、ドナルドの。すごい。かわいいね。Yes. きれいに映ってるね。2ショット、OK? Yes, this time, this time. 1、スタート。OK。 スターバースはですね、キャラクターもそうなんですけど、ご飯が結構美味しいので、すごくおすすめの。シルベはキャラ代の中ではおすすめですね。パーク内でやっぱりね、引けるキャラ代って限られているので、アフリカじゃなくてアニマルキングダムはここだけです。はい、あとシルベがブレックファーストのキャラ代をおすすめしている理由はですね、やっぱりブレックファーストの方が値段が節約できるのと、朝ごはんとお昼ごはんを一緒にすることによって、まあ、1食分お安くできるっていうこともありますので、シルベはおすすめをします。ライオンキング、ラインカットされ、ラインカットでした。すげえ人。アリスターは値段が少々、私だったら、すげえ人、アニマルキングダム。でも、レーンが見れないですよ。全然いいよ、レーンは見れなくて。だってもう、乗れないよりは乗れない方がやばい。乗れない方が。また次ね、来れる時の楽しみにしてもいいし。というわけで次はね、もうやっぱこれだけ混んでて、ちょっとね、日曜日で回りづらいということで、恐竜の地でぐりに行きます。すごいな。混んでるというか土日だからね、ライオンキングのショーも並んでない。行ったことない道？あ、ここは行ったことある。朝行った道。あ、そうなんだ。すげえ、あれがアトラクションだ。エレベストはね、乗りたいやつなんで、入れてもらえたら。だから明日の予定は、こちらハリスターを行って、この3つやらなきゃいけないところがあって、うちらはスリンキーとミリーと、ミッキーとミニーのグリをして、最悪ミキミニのランナーウェイレールウェイはカリフォルニアにもあるから。いや、でもその2つは絶対乗れるので、明日はその3つをやってから移動します。で、あれだね、もうまた来るんだね、ここに。ここ来ます。で、最後はエフコートでフィニッシュしちゃう。やっぱ予備日がなかったらやばかったね。全大惨事じゃん。でも仕方ない部分だよね。ここのアニマルキングダムは自分のせいとして、もうあと2つはだってもうパークが混んでたり、パーク側だよね。それじゃあ恐竜地でぐり向かいます。ここは何のエリア？恐竜のエリア？ダイノランド USA で、はい、恐竜のエリアになります。そうなんだ、だから恐竜のチリちゃんなんだ。そういうことなんだ。で、ダイナソーっていうね、アトラクションもありまして。あ、ダイナソーあるの？アトラクション。そうなんです。すごいね。それがメインなんです。誰か来てるよ。ドナデジ？あれはランチパン。あ、そうなんだ。遠くからだったからドナルドに見えちゃった。あ、全員一緒。ダック関係。何これ、ドナルドのなんか子供向けのアトラクション？アトラクションもあるけど、でもどっちかっていうとエリアが一応さ、鳥類って恐竜に一番近い。あ、恐竜意味なんだ。そういうことか。
それでドナちゃんなんだ。ここじゃキッズエリアなんですか？ここもそうかな。でもちっちゃい子様でも遊べるような。あ、こっちだって。楽しいね。楽しいね。ズンズン。やばい、感染してきてる。ケイトモになっちゃう、やばい。ケイトモ。じゃワクチンどこですか？たかし、たかしワクチンどこ？え、田中たかしです。田中たかし、たかし、なんか読みづれえな。田中たかし、読みづらいな。え、何あれ、すごい。なんかさ、本当に歩いてるだけでも楽しいね。楽しい、見てるだけでね。うん、ごめん、マジキン、申し訳ないけど、マジキンのあまり脳が活性化されなかったけど。アニマルキングダム、すごい楽しい、脳が。脳が喜んでるよ。え、デイジーもいるの？そう、デイジーと、ここデイジーコーナーで、こっちがチルさんなんで。分かれてんだ。チルちゃん混んでる？超分かりにくいでしょ。うん、こんなところでやってたんだ。ディージーとチルだけいるの？あとはドナがあっち側にいる。そうそうですね、そうみたいです。ドナちゃんも。はい。いやー、ついにずっと見てた恐竜のチルちゃんに会える。はい、でよあー、素敵よ。チューチープで。スーチ、カペラちょうだい。ここ映して、映して。あ、てか、まだ映さなくていいや、ごめん。いいよ、いいよ。Oh, but I think you have it. You want them to sign on different pages? What's your idea? Yeah, sorry. That's okay. Oh, big hug. Don't chew on the eye. Ah, you bite the book. It doesn't taste very good. He is hungry. Water bottle. Oh my gosh. No. Oh, well, yeah. Wow. Out, extra. はい、血で終わったらドナちゃんこんなところでブリしてるの、かわいい。そう、フロリダまだ痛いよ。しかし私カリフォルニアがあるんで。オッケー、これはなんかダンボの、そう、ダンボのチャンネル恐竜版だ。でもそうだよね、マジックキングダムが短かったらさ、他の3つのパーク行っちゃうよね。すげえ。どこ？にも。今はね、全然まだ。さっき入ってきたところはこっちでぐるって一周したんだ。こっちだ、広いね。俺でもやっぱアニマルキングダム好きかもしれん。まだアバター行ってないんやけど、エプコットと今いいバトルしてる。でもさ、エプコットはまださ、日本館とかそういうとこ行ってないから。そうそうそう、まだ行けてない。皆さん、5泊7日じゃ足りないよ、これ。足りないよ、ツンツン。あれ、なんか混じってきてる。ツンツンが混じった。ちょっとワクチンどこですか？やめてよ、僕は病気でありません。高田くんだっけ、あれ、田中くん、高田くんだっけ、田中だっけ。絶対これさ、土友さん見てたらクソ笑ってるんでしょ。
君が来てたやん。高田って誰で。いやー KD チャンネル本当いい加減なところあるんでね、悪い癖です。結構ティモンとティモンとプンバか2つ見ますね。あのなんかジッパーとポップコーンケース、これちょっといいですか。あ、それ、このさ、ケースも可愛い。ティモンとブンバのこっちはドリンクケースで、ポンバはポップコーンケース。アイスもこんな感じです。アイスはじゃあどこでも共通だね、ヒョンパーク。え、次ニモ、ニモ楽しみ。なんかね、ツイッターのリプライで、あのニモのショー絶対見てくださいって方が言ってたんで、ちょっと楽しみです。もう僕注射打ったんでツンツンは効かないっす。やめてください。プンプン。やばいやばい、ワクチンどこ、ワクチンどこ。お、入れた。煮物結構並んでんの。じゃあでもドナちゃんのグリより俺こっち行きたいな。もうドナはたくさんあったから。でもあの衣装も会いたいけどね。まあ、東京と一緒ですよ、全部は楽しめないんです。ただ楽しみたいものは楽しまないとね。うん、アバター、楽しみすぎるよ。だってまだランナーウェイレールウェイもう乗ってないしね。いえ、全然。じゃあちょっと順番に、ザザザザザ。いや懐かしいな。これ初日ですね。これは行きましたね。ハリウッドバインですね。はい、ユアパールですね。ユアパール初めてです、私。で、ミニちゃんはキスハグ。スハグは割と東京も帰ってくれます。ありますか。で、グーフィーもいましたよね。会いましたね。この4人がね、キャラ台。ね、キャラ台でした。ね、昨日ですね。懐かしい。3日目。ね、このフィアナとラプンツェル。マジックキングダムですね。で次が今ですね。あの今のキングなんだっけ、タイカーハウス。タスカーハウス。タスカーハウス。タスカーハウスでドナレイジン。すごいレイジン。知らあまだありましたよ。今ですね。チップアンデール以上です。サインが。素晴らしい。すごい。まだまだ冷たいですね。これは。いやーこれがどんどんね増えていくのが楽しい。これ優しいですよね。わあすごい。ありがとうございます。はい、入れました。おお。何これ、何ですかこれ、すごいこれ、何これ、シルさんやばいやん。おpart of the story. Where I come in! Honey, this is where we all come
appointment. That's right. This is the part where Nemo arrived at the dentist. He didn't even have an appointment. No, that's right. You're one of us now. And we can't send you off to your death. Donald's coming in 5 days. But you'll be long gone by then. We all will. If we could do this, everybody wins. They discussed. Oh, what's the use of floating? They're not going there. というわけでニモ見てきました。ニモめちゃめちゃ良かった。あの通路の位置いいっすね。いいでしょう。あれ、うん、知ってる人じゃないと、ね、皆さんぜひぜひ参考にしてみてください。なんか本当になんかミュージカルですね。レベルが高かった。なんかねディズニーシーのハンガーステージっていうところと似てました。上に左右上がれたりするの。そうそう、あそこハンガーステージやんって思いながら、まあ、あれはなんていうのかな、ライオンキング式のこういうパコパコしたやつと、うん、演者さんが歌うタイプなので、でもあんまりニモのショーはないんで、自分で動かすっていうタイプで目がさピコピコするっていう、確かにあれはなんかギミック式ですね。そうですね。まあライオンキングは香港でかなりいいもの私も見ちゃったんで、あのねライオンキング、それ見たんだけど、こっちのライオンキングとちょびっと違う。あ、やっぱ違いますよね。フェスティバル、名前一緒、フェスティバルオブザライオンキング。同じ名前は一緒なんだけどちょびっと違った。だからそれはね明日です。今日は見れなくて混んでて。いや今日ねやっぱ祝日挟むと大変だわこれ。土曜日日曜日挟むと。今日はですね、ケンさんのご予定にあるようにマジックキングダムがNot So Scary ハロウィンパーティーをやっているので、その関係でね6時に閉まるんですね。だから他のパークに皆さん流れてます。うん、それもあるよね。だからクリスマスハロウィンシーズンだとより混みやすいっていうのは、土日はね特に。でも逆にさ、そのハリケーンシーズンでここまで晴れてるのはラッキーですか？ラッキー、だいぶラッキー、だいぶラッキーです。だいぶラッキーね。閉園じゃなくて本当良かったなって思いますで言おうと思ったけど、なんか人やべえな。すごいな。ただアニマルキングダムの映像はこれでちょっと少ないんですが、まだね明日がいよいよアバターをまだ残してますので、なので皆さん本当に今日見てもらったように遅刻っていうか、遅刻っていうレベルでもないと思うんだけど、でも遅刻したのは事実だけど、そのやっぱねシルさんとスチさんも言ってるんだけど、朝のそのボーナスタイムを逃してしまったっていうのがあったんで、それやるとちょっともうナイリンクアトラクションは終わったって感じ。そうみたいです。でもさやっぱここまでさ連泊でずっとパークに行くのもさ、普通に考えてさ、まだ僕若いからできるけどさ、厳しいね、厳しい。ちょっと上がってくる年齢の方とかさ、例えばなんだろうな40、50とか、もうこれ本当偏見的ですけど、まあ、ちょっとなんて言うんだろう、その5泊7日で組むと大変じゃない。足が痛いとかもう腰が痛いとか、まあ、5泊7日ってめっちゃにミニマムの方だから。ミニマムの方 OK っす。だからまあやっぱ私思うけど6泊8でもいいんじゃない。なんて言うんだろう、1日休憩入れるって2123みたいな、使いって1泊9、1日休憩残り3日みたいな。それでラ
んかうちらはね、あの明日保険日があるんで、で、あの本当だったらパークホッパーで2つしか行かないんだけど、明日はね3パック挑戦します。なんかあれですか、なんかの企画でございますかっていうレベルだよね。あのシルベーヌプラスどこまで人気アトラクションを1日で詰め込めるか作戦みたいな感じです。明日は私たちそのイブニングアワーおまけの2時間が使えますので、うん、それはホテル枠の、ホテル枠っていうかデラックスホテル枠の、デラックスホテルの枠で使えるみたいです。まあ、だからそういうなんかホテルの特典を使うのもいいってことですね。じゃあ一旦最後写真撮ってで行きましょうか。あ、ここいいね、残ってますね。あ、こっちまで並んでんの、すごい長いね。でもこれ2ついるから早いんだ。まだ全然奥の方行ってないですか、今日アニマルキングダム。もう行った、あの行ってないのはアジアのエリア、エクスペディションエベレストとカリリバーのエリアと、あとアバターのエリアだけだけど、まあ半日ではこれだけそのアーリー逃した時回れたのは結構頑張った方ですよね、多分。そうね、というわけでちょっとね短かったんですけど、短くはないか、6時間か、でも半日、半日なんですけど、アニマルキングダム終わりました。まあ私がね全然いけないです、ごめんなさい。まあこういうねアクシデントもねあることやっぱ見込まないと、やっぱ綺麗な動画通りでじゃあいけるかって言ったら当日何かしらやっぱあるんですよね。ありますね。ただ私が逃したボーナスタイムがあったらアバター乗れたんでしょ。アバターとあとパシフィックもギリギリ、あ、リバージャーニまで行けたから乗れたか乗れないかぐらいかな。うん、まだちょっとアバターは確実に乗れたって感じです。確実に乗ってます。だけどそれぐらいやっぱ祝日っていうか休日は混む、土日、うん、土日はダメです。混みましたね。混みますね。でもフロリダ来るってなると挟むよね。まあ、しょうがないね。あとはハロウィンとクリスマスとかこういう貸し切りパーティーとかがある日はマジックキングダムがやっぱ短いからこそ流れてる可能性もあるって感じですね。ハロウィンとクリスマス、まあ、こんな感じですね。あと何喋ってたっけ。朝を重視です、はい、あ、それと直営ホテルか、あとはスワンドルフィンホテルに泊まって、このアーリーエントリーができるっていうのが、そうだね、獲得して、うん、じゃ獲得すればそれもやっぱなければ、だって一般で来てたようなもんじゃん今日。まあ、ほぼ一般だったらこれだけしか乗れなかったけど、もし私が早起きできたらリアーリーだったら、あのホテル宿泊者、うん、はい、だったらもうアバター乗れたりとか、やっぱ費用面がね抑えられるし、これで半日終わったとしたらホッパーがなかったらもうシルベーさんのお顔がしょぼぼですなっちゃうんで、これがまあちょっといい意味で現実な部分ですね、ウォルト・ディズニー・ワールドの。ホテルのアーリーって言っても、あの8時半にここに来たではダメなんです。遅い、ダメなんです。8時ぐらいに来ないとね。そう、あとそう、あば、あの、あ、違うよ、8時じゃない、7時半だよ。あ、今日は7時半アーリーだったので7時にここに集合です。アニマルキングダム早いってことですよ。めっちゃ早い。プラス、まあ、あとアニマルキングダムだけ運営時間が早いってことを忘れずに皆さん、普段の1時間早いです。だからなおさらさ、今僕が1時間かけてあのホテルから来てるしオールスターだったらもっと早く見込まないといけないっていうのは、みんな2時間前だって言ってました、辻智さんの豆情報。オールスターだと、はい、だから5時起きだね。いや、だプラスあれでしょ、そのあの前日をちょっと早く出ないといけないでしょ。マジックキングダムとか他のもし入ってたり、ま、切り上げを早くするか、休日1個挟むかとか、やっぱそれなりにしないと厳しいって感じですね。 Thank you。 いやいや、まあ、そんな感じですね。はい、はい、というわけで、じゃあまた私はハロウィンパーティーちょっと頑張ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあライスビーがすごいシルベーヌプラス発動となるということで、はい、じゃあまた楽しみね。アバターにランナウェイレールウェイにハリウッドスタジオもあるし、アナ雪のエプコットもあるんで、よろしくお願いします。最終日、はい、よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。はい、はい、それでは今エンディング撮った通り、あのスチュアートさんたちはここで一旦お別れして明日最終日に備えます、ね、意外とアニマルキングダム回れなかったな。いや俺がいけないですけどね、遅刻しちゃって。でもやっぱみんな疲れ残るんで、やっぱね僕ね5泊7日じゃなくて6泊8日がいいと思う。1日休日入れてスプリングス行ったりグッズ見たりね、
滞在日増やした方がいいっすね。で今ね Uber 呼んだんで Uber 呼んだんで、まあ、これまた画面録画してるんでやり方説明します。まあ、帰るとき、行くときとか帰るとき、オーランド国際空港とか個人手配とかだったりするときってやっぱ呼ばないといけなかったりするじゃん。それもねちょっと説明しておきたいなって。今回スチュアートさん、シルベーヌさんが迎え来たんで、じゃあこれで一旦まあ終わりですね。じゃあ次、あとはこのピックアップゾーンを待っていきます。ピックアップゾーンにいないとダメだから、ウーバーは。Speak Japanese. Japanese. Yeah, yeah, yeah. A little English, little. Yes. Yeah. Yes. 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 From Japan. From Japan. Yeah, 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 yeah. Nice. Yeah. First time. First time. Yes. First visit. First visit. First visit. Yes. Nice. Yes.まあ、とりあえず19時からほとんど始まって残り5時間が、まあ、ハロウィンイベントなんです。このスピジャ、今さ11時26分なんだけどさ、前線4分前でもミッキー